2013年4月10日から20日まで名古屋市のみその座で開かれた特別公演に出演した市川海老蔵さん。今回の名古屋、ずっと私が若い頃からお世話になっているおじさまに身の回りのケアしてもらってますと報告しました。続いてその方が突然この写真を私に送ってくれた2013年だってと、4代目市川ボタンで長女の玲香ちゃんが2、3歳の未就園児で、長男の勸玄君が0歳だった当時の写真を公開しています。二人が仲良く腹ばいになって、クリクリした目が印象的な可愛らしいツーショットです。もうとハートマークを計6個も連ね、愛おしそうに悶絶しています。天使、涙出ます。宝物写真ですね。真央ちゃんにそっくりなどのたくさんの反響がありました。本当に可愛いですね。こんなお二人だったのですね。今お二人とも本当に大きくなられて立派な歌舞伎役者俳優になられています。ますますのご活躍を楽しみにしたいですね。みんなで応援しましょう。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。